入りのタンニン酸、タンニン粉末タンニンとは、植物に由来し、タンパク質、アルカロイド、金属イオンと反応し強く結合して、南洋性の塩を形成する水溶性化合物の総称。植物界に普遍的に存在している。多数のフェノール性、ヒドロキシ元を持つ複雑な方向属化合物で、タンパク質や他の巨大分子と強固に結合し、複合体を形成しているものもある。 単ン,ンという名称は、皮を舐めすという意味の英語である、単に由来し、本来の意味としては、正確に用いる、舐めし側性を持つ物質のことを指す言葉であった。単ン,ンは特定の性質に対して完成られる、化合物を分類するための名称である。しかし、科学の分野では1990年頃から、このような性質ではなく、化学構造で分類した名称を優先することが、 多くなっており、このため、タンニンという名称が用いられる機会は減っている。タンニンの定義に合致するような化学構造上の分類名がないため、より広い範囲にあたるポリフェノール化合物の一部として呼ばれることが増えている。ただし、食品科学などの分野では、便宜上これ以降もタンニンという名称が用いられている。タンニンは、比較の加工工程において原料側から、 不要なタンパク質を除去して皮を皮に変化させる性質を持つ。また、タンニンは口に入れると強い渋みを感じさせる。これはタンニンが舌や高校粘膜のタンパク質と結合して変性させることによると言われている。このようなタンニンによる変性作用のことを修練作用と呼ぶ。渋みは厳密には味覚の一種というよりも、 このタンパク編成によって生じる痛みや触覚に近い感覚だと言われており、このため渋みのことを修練味と呼ぶこともある。タンニンが渋みを感じさせるためにはそのタンニンの水溶性が高く唾液に溶けることが必要である。逆に、縮ンニンの重合度が増したことなどによって、不溶化すると渋みを感じさせなくなる。渋柿を甘くするために干し柿にするのは、この効果を狙ってのことである。 タンニンの修練作用は、粘膜からの分泌を抑える働きがあるので、内服することによって、死者作用や成長作用が現れる。このためタンニンを含む植物には、薬用植物として用いられるものが多い。フラバノール骨格を持つ化合物が重合した縮合型タンニンと、モッシュクシやエラグ酸などの方向属化合物と、クルコースなどの糖がエステル結合を形成した。 加水分解性タンニンの二つに分類される。加水分解性タンニンには次のようなものがある。縮合型タンニンには次のようなものがある。ミモザやヘムロックなどから採取されるタンニンは、比較の製造に使用されてきた。また、マングローブタンニンエキスは、カッチと呼ばれ、染料に使用された。オーク材の樽は、ウイスキーの熟成に使用されるが、色や香りは損に含まれるタンニンに由来する。 日本では古くから柿渋に含まれるタンニンの発水、防腐効果を和酸、柿渋紙、湿気の下塗りなどの用途に利用してきた。また、1960年代には接着剤としての諸技術が確立し合板の製造などに使用された。植物に由来する思考食品にはタンニン顔料の高いものも多い。茶カテキンの構造茶葉に含まれるタンニンとしてはエピカテキン。 エピガロカテキンなどのカテキン類とその物色資産、エステル誘導体がよく知られる。これらは苦味、または渋みを示し、茶の葉を用いる、嗜好品の中では、その味覚を決める重要な物質とされる。また、紅茶においては水色を決める、各種赤色色素の線具体としても重要である。これら茶のタンニンは、生合成の際にエチルアミンの消費で、テアニンと競合する。 日社家にある茶樹の中では、テアニンは分解し、そのエチルアミンは、タンニン合成に回る。緑茶生産においては、タンニンによる渋みを抑え、テアニンによる甘みを与えるため、茶樹を遮光下に置くこともある。日本茶では、番茶がタンニンを多く含んでいるとされる。ワインにはタンニンが多く含まれる。ワインに含まれるタンニンは由来となった部位により、ワインの風味に与える影響が違っている。 特に赤ワインは醸造中も、どうの果皮や種子が使ったままになるため、これらに由来するタンニンが目立つ傾向にある。例えば近代的なワイン醸造所では、ドウ果汁を作る際、好ましくないタンニンとされる種子由来のものを最小限に止めるため、フリーラン果汁のみを用いて醸造したワインを作るなど、最新の注意を払っている。タンニンを多く含む多く焼きの樽で熟成すると、 ワインのタンニンも増加する。タンニンはワインの熟成において酸化を防ぐという重要な役割を果たし、その高度に重合したものが檻となって瓶の底に沈んでいく。渋柿には柿渋と呼ばれる1%から2%程度の可用性タンニンが含まれており、強烈な渋みを示す。甘柿あるいは渋抜きをした渋柿では、 これらのタンニンが不要性のものに変化しており、渋みを感じない。タンニンは、カテキン類のうちエピカテキン、カテキンガレート、エピガロカテキン、ガロカテキンガレートが1、1、2、2の比率で12から30分子縮合した分子量15000程度に達する高分子化合物で、デリフニジン系プロアントシアニジンポリマー、あるいは縮合型タンニンに分類される。未熟バナナ。 稲子豆と並び、成果3教師文成分とされる、強力なタンパク結合力を持つ。そのため、正式お墨剤や、防腐剤などに利用される。ありがとうございます。